プーチン大統領と、コロンビア特別クワシントン氏にて、ウラジーミル・ウスチノフ検事総長とラシド・グマロビチ、ヌルガリエフは、ロシア連邦の政治家、職業的諜報員。2004年から2012年まで、第6代ロシア連邦内務大臣。KGB 出身のシロビキ、上級大将。ミハイル・カシアノフ内閣で、内務大臣代行。第一次、ミハイル・フラトコフ内閣。 第二次、ミハイル・フラトコフ内閣、ビクトルズ・プコフ内閣及び、第二次、ウラジーミル・プーチン内閣で内務大臣を務めた。1956年10月8日に、ソビエト連邦のカレリア自治共和国のナドボイツィにて、民系職員の家庭に誕生する。民族的には、タタール人。1974年、カレリア自治ソビエト社会主義共和国。 ナドボイツイ町の中学校を卒業。同年、OV 空誌年名称ペトロザボーツク国立大学に入学し、1979年に卒業した。1979年から1981年まで、カレリア自治ソビエト社会主義共和国、ナドボイツイ町の学校の物理学講師として働いた。1981年、カレリア自治ソビエト社会主義共和国 KGB に、 勤務し、カルワリ地区班及び、コストムクシカの作戦係から、メドベジェモルスク地区班長及び、カレリア共和国テロ対策課長までを歴任した。1995年から、連邦防衛庁、後に、FSB の中央機構において、組織観察局主任観察官、内査局課長として勤務し、1998年から1999年まで、 ロシア連邦大統領監督総局の顔指導した。1999年から、経済保安部密輸、麻薬不法流通対策局を指揮し、その後、FSB 時間権観察局長となった。2002年、内務第一時間に任命。2004年3月9日、内務大臣に任命。最大で二次を有する。経済科学準博士。好きな街はペトロザボをつく。 ありがとうございます。